Hazard 6。はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、Biohazard 6をやりながらね、人生相談乗っていくかい。どいてて、めて。はい。HQ to Alpha Team. City Hall's on the other side of the bridge. Pick up Bravo and move in. 今回ね、また別のパートといいますか、同じチャプターなんですけどね、人をね、助けつつね、次のステージに進んでいきたいなというふうに思います。はい、では、まず一発目いきましょう。ブルーホースさんが今まで失敗したなと思うエピソードはどんなものがありますか？もし話したくなかったら大丈夫です。いやいやいや、話しますよ。セキュララに話しますよ。なんですけど、なんか普通のなんかね、なんか仕事の失敗とかね、なんか女遊びで失敗、女遊びって言い方が変だな、うん。失敗っていうのも変なんで、なんだろうな、全然皆さんの役に立たないで、あれだ、まあ、役に立たないことはないけど、まあ、おそらく機会として少ないだろうっていうね、失敗の話かな、できたらなと思いますけどね。何か、でも、なんだろうな、あれだな。海外旅行の失敗かな、うん、海外旅行はまずね、皆さん飛行機で、ね、行くじゃないですか、うん、で飛行機で行って、まあ、ホテルなり街に出るなりでどうやってその街中に出るのかっていう手段は確実にちゃんと調べておいた方がいいです。僕はそれで、一人で海外旅行に行って全部失敗してます。初めて一人で海外旅行に行ったのが、そのマルペンサ空港だったかなっていう、あのミラノですね、イタリアのミラノに行ったんですけど、そこからホテルがめちゃくちゃ近いんですけど、行く手段が分かんなくて、あれこれ道路しかなくねと、あのなんか歩いて行く手段なくねみたいな場所だったんですよね。まあ、結果的に2日目からはあのタクシーで運んでもらって分かったんですけど、タクシーで分かんないからこのホテルに行ってくれみたいなことをなんかもう身振り手振りでやったら、なんとか連れてってもらったんですよ。ところが、あの、おられたっていうね、だってわずか車で5分もかからないような距離を20ユーロ取られたんですよ。最初なんか初手安いんですよ。なんか3ユーロか4ユーロくらいだったかななんですけど、それが5倍の額になるってね、これどう考えてもおられてるじゃないですか。っていうような失敗があったりとか、それから、そっから同じ旅行の中で、バルセロナ空港に行ったんですよ。バルセロナ。うん。スペインのね、バルセロナ。あの、サグラダ・ファミリアとか、あの、カサ・ミラとかがあるようなところですね。うん。で、グエル公園とか。で、行って、で、そしたら今度は、あまりにも、そのホテルから、ホテルと空港が遠すぎて、どう行っていいかっていうのが、もう手段としてないという時に、なんか君困ってるだろう、俺、あの、タクシー乗せてってやるよ、みたいな感じで、誘われたが最後、35ユーロという距離でね、走ってたはずなのに、止まった瞬間に70ユーロにチャキーンって上がったっていうね。やっしまった。うん。やっちまいましたね。ごめんなさい。はい。まあ、あの、ライフのマックスになったということなんで、ちょっと、やりたいと思います。くっそ、悔しいな。やっちまったな。うん。まあ、それはいいとして、そう。あの、なんかね、コーラも飲むだろうの、あの、君にやるよってね、なんかすごい気さくなね、おじさんでね、なんか、君くらいのね、子供が僕にもいるんだよって、18歳くらいの子供がいるんだよ、みたいなね、なんかあの、まあ、あの、片言の英語でなんかいろいろと教えてもらって、あ、そうなんだって、もう完全に緩んでましたね。で、そういう人たちがまともに商売するわけがないっていうね、あの、日本と違って、性善説が通用しない国ですから、海外っていうのは、うん。っていうのでやられちゃって、で、結果的に、本来35ユーロ、まあ、4000円くらいですかね。で、行けるそうなところを、まあ、7000円以上、8000円くらいのお金が取られたというようなことでね。これマジか、本当かよ。135ユーロだったじゃねえかって言ったやけど、ものすごい、なんか、キョトンとした顔で、70ユーロだけの何かみたいな顔されたっていうね。腹立つわーと思いながら、もう70ユーロ払うしかなくて。しかも当時、その卒業旅行で学生だったんで、お金ないわけですよ。うん。だから、本当、カツカツになって、あともクレジットカード切るまくったみたいな感じでしたけどね。腹立ったわ、あれは。うん。で、それからもう一つは、ロサンゼルスに行った時、ラックスですね。行った時に、ハリウッドに出る手段が、バスで3、40分くらいかかるんだったかな、確かね。うん。そんなかかったかな。まあ、でもそのくらいの時間だったんですけど、その、どう行くかっていうのが、まあ、空港のね、あの、気さくなごっついおばちゃん。がいたんで、あの、聞いたら教えてくれたっていうね、あの、非常にそこは、あの、ボラレルズには済んだんですけど、いかんせん、その、シャトルバスみたいなのが、カードオンリーの8ドルですね、あの、片道8ドルっていう価格で移動することになってたんですけど、
それがなかなかバス来なくって、結局バス停に着いてから40分くらい立ち往生してっていうのがあったんですよ。まあ、あの、午前中に着いたんで、ホテルのチェックインまでの時間っていうのがね、あの、結構、あの、まだまだあったから、お昼ご飯食べたりなんだりっていうのに時間潰して、ホテルのチェックインの時間には十分間に合ったんですけど、これまた死ぬ俺、もしかして。大丈夫かな？危ね、危ね、危ね。抜けて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 。はい、はい、はい、はい。大丈夫かな？大丈夫かな？Nice shooting, Pierce. Okay. The way's clear. We better catch up with Captain Redfield. Let's go. スプレー使った方がいいかな。そうだね。OK。じゃあ行こう。で、ここ抜けてって、ピアス君はもう倒してくれてるかな。まだかな。いる。あ、やべ。狙われてる。いた。え、ちょっと、ちょっと、オグルマ飛んでってる、オグルマ。まあ、君は落とすけど。オグルマ飛んでんじゃん。あんな見えるんやな。何してるやろ、オグルマ。で、こっから狙い、いたー、やっぱり。こっからじゃ狙えないな。厳しいね。よし、オッケー。当たってるな、当たってるな。もう一丁。まあそんなこともあって。まあ、だからそんなところかな。まああとは、その移動手段だけじゃなくって、なんだろう、あ、なんだっけ、ドゥオーモっていう、イタリアのミラノにある、まあ観光スポットがあって、まあ大聖堂ですよね。があるんですけど、そこで、まあ黒人がね、あの、髪のペラペラのミサンガ持って歩いてるんですよ。で、そいつらが、なんかあの、中田とかね、あの、厚彦の方じゃなくて、あの、ヒデの方ね、ヒデトシの方なんですけど、中田、長友とか言いながらね、めっちゃね、日本語をね、喋りながら近づいてくるんですけど、そいつらが、あの、フリーフリーって言いながらね、あの、ただで、ミサンガ巻いてやるよって言いながら、こう近づいてきてね、で、実際に、ああ、フリーなんだって言ってね、巻いてもらった瞬間に、はい、20ユーロ、20ユーロ、20ユーロって言ってね、で、なんか3人ぐらい囲まれて、結果的に60ユーロ取られたっていうね、あの、オチだったんですよ。なんか 3人でしかも、あの、もう190くらいのごっついのが2人いてって、ね、あ、これ逃げられんねん。もし、あの、払わないで逃げたら殺されるって思ったから、もう、ね、逃げるためにはもう、命いう、金より命だと思って払ったっていうね、経験もしましたし、それからまあ、あの、ハリウッド通りも、にも似たようなのがいて、なんかあの、いろんなコスプレしたね、やつがいるんですよ。なんか155センチくらいの小太りの黒いスパイダーマンみたいなのがね、いたりとかしたんですけど、そいつら写真撮ったら、あの、お金よこせって書いてきたから、1ユーロ、あ、1ドルだけ渡したら、いやいやいや、こんなじゃ足りないよ、みたいな時に、いやいや、そんな知らん知らん知らんつって、はいはい、もうお金もらえたから満足だろう、みたいな感じで僕はスタートですけど、その後に、なんかあの、自称ラッパーみたいな、あの、黒人がいたんですけど、こんなことするからなんか、ね、人種差別うんぬんとかっていう話出るんじゃないかなと思ったりするんですけど、まあまあ、それはね、別の話なんでいいとして、ごめんなさい。っていうのがあって、で、なんだったっけ？あ、そうそうそう。なんかね、俺ラッパーだから、つって、なんか CD を、カバンの上に強引に乗せてきたりとかしたんですよ。っていうのがあって、で、それを、まあ、あ、これ、あの、ミサンガの時と同じ手立てだなって、手段だなと思って、もう分かってたんで、いらねえつって、あの、無言で落としたんですよ。その場にバーンって言ったら。そしたら、それを乗せてきたのと、また別のめちゃくちゃごっつい黒人、またそれこそ190くらいありそうな黒人のやつが出てきて、で、お前なんで落としやがってんだ、この野郎、この野郎って、拾えよ、お前、俺たちのソウルをなんてことしやがるんだ、みたいなことをね、ブラ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 、なんか100メートルくらいついてきて、歩きの100メートルだから、怖いっすよ、100メートルくらい。最終的に、僕は黙ってね、ずっとね、白っぽいってね、まっすぐ歩いてたんで、あの、まっすぐ向いて歩いてたんで、最後に、チャッキューって言われて、どっか行って、行っちゃったんですけど、そんなこともないですね。無視しないとやってられなかったですからね。はい。おいで。っていうところだったんで、いやー、あれは怖かった、マジで。危ない危ない、本当に。あの、殺されるよ。あの、やっぱり自分よりも体の大きい人ね、あの、出ると、本当に命がいくつあっても足りないっていう状況になっちゃうんでね。はい。だから、あの、あれですわ。僕もあの体鍛えてるっていうのは、あの、第一が当然ながら家族を守るため、ここはもう揺るがないところなんですけど、あともう一つやっぱりね、あの、何か絡まれた時に自分で自分の身を守れるようになっておかないといけないと思うんで、だからそういうところじゃないかなと思いますけどね。まあ、まだまだね、あの、体小さいんで、もっとゴリゴリに鍛えていかないといけないかなっていうふうに思うんですけど、はい、そんなところじゃないかなと思います。じゃあ次
たいんですけど、ちょっとなかなかの修羅場なので、ちょっと質問読む暇がないから、このままちょっと同じく質問、失敗のことをね、考えてやっていきましょうかね。あとはそうだな、海外での失敗っつって大きい失敗はそのくらいかな。あとまあその人生的にそこの失敗でいくと、早めに投資を始めなかったっていうのは失敗だったかなっていうふうに思いますね。今株式の投資とかをやったりしてるんですけど、やっぱり長い目で見た時に結構持っている手持ちの株が、まあ今一部下がってるのもありますけど、大きくはやっぱ大幅にプラスなんですよ。全体を通して の突っ込んだ額に比べたら、何パーセントっていう額で大きく儲けることができてるんで、やっぱ長期的に見たときに、今なんかその非課税のね、NISA、積み立て NISA とかね、それからお子さんがいるところだとジュニア NISA と、あと今年と来年で廃止になっちゃうんで、あと80万しか突っ込むことができないんですけど、まあ仮にその80万突っ込んだとしても、なんか概算によると大体100万円くらいは、まあ18歳かな、子供がなるまでにっていうことを考えたら、なんかまあ100万円くらいはプラスになるみたいなことが言われたりはしてるんですけど、まあまあそれはいいとして、そうだから投資はね、若いうちに早く始めといた方が良かったのと、僕が昔というか、僕が社会人くらいになった時の株価と今を比べてみると、今持ってる株価で言ったら、多分トータルで40万っていう額が上がってるんで、今逆に下がっちゃってるものもある。今全部上がってるんですよ、全部上がってるんですよ、その当時のね、社会人成り立ての頃とかとすると。ところが今は残念ながら下がっちゃってるものもあったりするんで、それと比べると、ああやっちまったなーなんていうふうに思うんですけどね、今のうちに先にね、買って儲けておけばよかったかなっていうふうには思ったんですけど、ね、そこがちょっと損したかなって、失敗したなっていうふうに思いますね。お金ってなんかお金だけが大事じゃねえみたいなね、話っていうのがよく出てきますけど、お金がないとやっぱりできないことって、行動の制限とかでたくさんあるんで、それはやっぱりなんか詭弁だなって思いますし、逆によくそれ言うのって、お金持ちが言うセリフなんで、お金持ちがお金なんて、人生お金だけじゃねえよって言ってたとしたら、おめえらお金持ってるからそれ言えんだろうっていうふうに思いますからね、まあ、そんなところじゃないかな。まああとは一番はやっぱあれっすわ、自分がね、何の成功者でもないのに、こういういろんな方からね、こう DM とかね、いただくんで、人生相談乗らせていただいてますけど、そういうのを回答させてもらっているっていうところが、失敗とは言わないですけど、やっぱ恥ずかしかったりしますよね。自分がね、何億とかね、稼ぐような成功者だったと、人生っていうか、まあ、社会的な成功者だったとしたら、そういうのね、答えていくのにふさわしい立場じゃないかなというふうには思いますけど、実際は残念ながらそうじゃないっていうところがあるんでね、まだまだ自分を精進していかなきゃいけないかなと思いますけど、まあ、それが金銭的なね、成功者になるのか、それともまた別のね、道、例えば何かのカリスマになるみたいなことだったとしたら OK かなとは思うんですけど、まだまだそういう域にも達してないんでね、まあ、もっともっと精進していかなきゃいけないかなというふうに思います。というところで、今日質問っていうか、失敗体験をベラ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 喋っただけになっちゃったんですけど、ああ、やっぱシェリー可愛いよね。うん、まあ、シェリーのお胸を見るのはジェイク編で見れますんで、ちょっとね、待っててくださいね。はい。ということで、まあ、ちょうど区切りがいいところなんで、まあ、オグロマンと戦うこの手前のところでね、コンパート終了とさせていただけたらなというふうには思います。はい。まあ、もう一人の主人公、ジェイクが出てきましたね。うん、というところなので、まあ、多分次のパート、オグロマン結構しぶといと思うので、長くなるんじゃないかな。まあ、今回ね、まあ、前回、前々回か。前々回はね、10分切ったりとか、短いパートも続きますけど、まあ、質問の内容もそうですけど、やっぱり、ゲーム自体はね、区切りいいところでやっていきたいと思っていますんで、はい。また次回パートもね、お楽しみいただけたらなというふうに思います。未確認飛行機、あ、そう、これだよね。こいつ飛んでたよね、さっき橋のところで。これだよね。どこ迂回してここ戻ってきたんだろうね。まあ、それはいいとして、皆さんはどうですバイオの歴代ヒロインの中でね、一番好きだ。僕このシェリーか、もしくはバイオ1、まあ、01の、どれか。ショートカット美女っていうのはたまらないですからね。まあ、全然質問と関係ないですけどね。はい。ということでね、そろ動画も区切りがいいところになると思いますんで、コンパート以上とさせていただきます。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。Yeah. Those three enemy aircraft turrets are holding us at bay.